岐阜県高山市では伝統の宮笠作りが大詰めを迎えています。宮笠は一枝やヒノキの木を薄く削って細長く切り、水に浸して柔らかくしたものを編み込んで作る高山市一宮町の伝統工芸品です。かつては農作業が少ない時期の手仕事として100軒ほどの農家で作られていましたが、今では戸井坂和彦さんの家だけで手掛けられています。宮笠には一枝を使った赤っぽいものやヒノキで編んだ白っぽいもの、そして飾りをつけてセミが止まっているように見えるものなど4種類があります。出来上がった宮笠は今月24日に高山市本町通りで開かれる24日市で販売されるほか、電話注文も受け付けています。